なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。しっかり祈ったか？もちろん。あそこだ。奥に行ってくれ。出てきやがったか。だがこんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみよう。何か
分かるかもしれない。汚れが悪さしてやがったのか。妙なものがあるな。隙だらけだったな。殺し屋とか向いてそうだな、お前。そんな職業どうやったらなれるんだよ。なんだろこれ。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。
電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交友がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うっせえ。冥界の交友はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。商売す。俺にも何か買ってくれたか？買う必要ないだろ。助けられてよかった。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。目星はついた。
あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。命が何個あっても足りないな。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。絶対忍者の末裔だよ、間違いない。そんなバカな。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな、型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。
増えたか。次当てればいい。大丈夫だ。その調子だ。どんどん射抜け。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。悪いね。壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。 KK が困ってるところは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか。これでよし。このビルも今じゃ平凡に見えるな。カゲリエとかと比べるとね。
お前なんか楽しくなってきてるだろ。そんなわけないよ。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。いけねえ。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか。俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交流もありそうだな。あいつらまでいるのか。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。
よし、長居は無用だ。調子の…汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。